ネットでの評判がすこぶる悪いけど、実車の運転フィールは素晴らしくいい。そんな BG4X をまた借りてきました。4時間のレンタル時間の中で、高速を飛ばしまくって燃費を極端に悪化させ、バッテリー容量と計測結果をもとに、航続距離の実測値を導き出したり、20kW というゴミクソ充電器に30分みっちり繋いで、何キロ分回復するか調べたり、大雨でずぶ濡れの EV 試乗、やっていきましょう。100台近い車に試乗した経験から EV の走りの魅力を知りつつも、ショート動画の再生数集めで、EV の闇や悪いところも理解している私が、ちゃんと実車を借りて、実車で色々と検証して、データと感覚の両方で、中立の立場でレポートしていきます。チャンネル登録と高評価をお願いしますね。ではアクロで遊んでいきます。トヨタだけど X モードがついていて、4WD の SUV ということで、ちょっと走り回っています。瞬間的にドカンとアクセルを踏んで、プロモーションビデオみたいにくるくる走り回っています。ただ結論から言うと、トルクはすぐ出るし空転はしないけど、よくわからなかった。アップデートにより、バッテリー残量が今何%か表示されるようになりました。80% で名古屋市内をスタートして、まずは北半島南端まで、高速道路を飛ばしていきますよ。まず最初に不満なのですが、充電ポートはリア側に欲しいです。アラウンドビューカメラと、ギリギリでかすぎないサイズ感と、視点の高さのおかげで駐車は楽です。でも慣れてない状態で窮屈なスタンドから出ようと思うと、頭から突っ込むとしんどいんですよ。でもこれ、左右に車が止まっていたり、後ろ側のスペースが狭かったら、出す時にむちゃくちゃ苦労するのは明白です。テスラみたいに左後ろで統一してくれよ。さて四輪駆動モデルなので加速は速いし、暖気不要でいきなりズドンと踏めます。ゴー。うむ、やっぱり四駆モデルは加速速いですね。でもボルボや他の爆速 EV に乗り慣れてしまったからでしょうか。最初に乗った時ほどの驚きはないな。そんな BG4X の初言ですが、まず車両重量は約2トンです。モーター出力は218馬力に338ニュートン。FF モデルは203馬力に266ニュートン。せめて400中盤くらい欲しかったですね。車体サイズは前後に 4690mm、横幅は 1860mm、サイズはそんなに気になりません。それにしてもひどい雨だな。対向車も歩道の歩行者も、見落としそうで怖いですわ。ちなみにこの車、ハイドロプレーニングへの耐性が非常に強いです。片輪だけ水たまりに突っ込んで、大きくハンドルを取られるような場面でも、そんなに姿勢が乱されません。重量があるので制動力こそ不安がありますが、過去一安心してこの大雨の中を走ることができました。今見えるところまで水しぶきが上がってきましたね。これ SUV ですよ。相変わらずひどい雨だ。さて車内に乗り込む前から感じるのですが、この BG4X、ものすごく上質に作ってあります。スープラやレクサスでも感じた、開発陣の思いが伝わってくるようなフィーリング。そんな世界を持っている車です。UI こそクソに片足突っ込んでるけど、ボタン類の排気から、ハンドリングや乗り心地、デザイン、トヨタ系のあたりの車が持つものをちょっと待ってくれノースアップにしようとしても遠すぎて間違えるんだわ。まあ皆さん知っての通りの弱点や、使い勝手に関する不満は多々ありますが、それでもいい車なんですよね。とりあえず乗り心地について、足回りはあんまりストロークしないのに、フレームに大きな揺れは入ってきません。眠気防止舗装や穴ぼこなどの、断続的に衝撃が入る場面では揺さぶられることがありますが、全体的に乗り心地は良好です。2列目もやけに広いため、大人4人で快適に移動できると思います。懸念事項があるならシートの形状と体との相性ですね。特にレザーシートは座面が滑るため、クッションを導入しづらいです。3から4時間を超えたあたりで、私はちょっと腰が痛くなってきました。いいクッションを敷きたい派の私にとっては、レザーシートはいいことばかりではないです。北半島の道路は広くないけど、1860mm の横幅で苦労したことはないです。ちょうどいいサイズですね。次はハンドリング。SUV とは思えない俊敏さです。急ハンドルにも遅れずにビシッと追従するし、大きさを感じません。アンダーっぽいわけでもなく、曲がりすぎることもなく、このスラロームの光景で、どれだけ高機動か伝わったでしょうか。おまけに加速も速いため、エコモードだけで十分ですね。ソルテラの方にだけ、パワーモードがつくのですが、それは必須ではないかな。さて料金所で踏んでみましょう。この雨だけど、大丈夫そうなのは確認済み。怖いというほどではないけど、十分すぎるほど気持ちのいい加速です。雨の山間部の高速を飛ばしても全く不安定感はなく、ずば抜けた運動性能を味わえます。JBL の旧スピーカーの、良い方のサウンドシステムが入ってるそうなのですが、はっきり言うと音質は微妙です。こもった感じがしています。この速度域ではロードノイズも大きく、600万円級の価格でこれかよとがっかりする要素ですね。私がこれ買ったら、デッドニングとスピーカー交換20万円は使うと思います。さてお話ししていた通り、今回の試乗の第一目的は、高速をかっ飛ばした際の電気と安定性のテスト。
知多半島の南端まで、取ってないところでもバチバチに走っています。普段乗ってる GR のプリウスと比べても、全く劣っていないような安定性でした。電池の心配がないなら、空いてる高速をかっ飛ばすのも楽しいですね。詳細についてはブログにまとめてますが、結論から言うと私の暴走より、EV ネイティブさんが真冬の120キロ制限区間で、飛ばして検証した電費の方が悪かったですね。私の結果は 4.5 でしたが、最悪の場合は 3.79、この左上の表が、電費とバッテリー容量と、航続距離を示したものです。交渉値が下げってるのはいつものこと。実用的な航続距離は、350から400キロくらいでしょうかね。WLTC モードの航続距離が550キロくらいだと考えると、交渉値の半分くらいしか出てないっす。まあ普通のペースで流すなら、5.5 から6くらいで計算するといいと思います。そこから120キロ制限で飛ばすと最大で 25% ほど電費が下がり、真冬の寒さで空調を使うと 15% ほど下がる。変数は多いですが、ここを抑えておくと充電計画の計算ができます。電卓を叩いて緻密な計算をする必要がある一方、イレギュラーもプランに入れる必要がある。このイレギュラーは、充電待ちや充電器故障を含みます。私は EV アンチ動画でお金を稼いでいて、EV に乗るやつは情弱だというコメントがちょくちょく来るんですよね。でも情弱のバカにはこんな計算できないですよ。EV を計画的に乗るにはある程度の頭脳は必要です。そんな難しいことが要求される時点で EV は普及しないと言って、勉強から逃げないでください。さてそろそろ充電器に行きましょうか。待って、どこが急速充電器なのかわからねえ。見つけました。田舎の 20kW級 とか、出力ゴミすぎて誰も使ってないと思います。前から突っ込むのは嫌いですが、充電ポートが前にしかないから仕方ないね。アラウンドビューカメラを使って隕石に優しく当てましょう。SUV は、バンパーをするかもとか気にせずに突っ込めるのが利点ですね。ちょっと下がって停止。ひどい雨ですが、充電を開始しました。48% で187キロですね。実験のために、30分フルでここに滞在します。テスラ用のテーブルを持ってきました。左右の高さが合っているので、これで充電中に仕事できますね。充電中に休んだり仕事したり食事したり、読書したり観光したり。風が強くて傘が壊されそうです。20kW は出力がクソだけど、それ以上に茶でもの30分制限が、どうしようもないゴミクソです。食事や観光には足りないんですよね。最近の早いやつは、15分くらいで十分なのですが、押し込んで回す。プリウスのシフトも、これだったらまだマシだったろうに。ちなみにソルテラでなくても、X モードが搭載されています。おなじみの2モードに、ハンドルに集中できる低速維持モード、EV であることと2トンの車重がちょっと気になりますが、アクロ走破性は担保されています。物理とタッチを併用した空調。使い勝手は良かったですよ。シートベンチレーションがついてるので、充電中に雨で濡れても不快にならずに乾かせます。意外と便利な置くだけ充電。ステアアシストは全オフができます。勝手にハンドルを揺さぶられません。クルコンは低速キープと自動追従、どっちも選べるのがありがたい。カーオーディオのボリューム調整はここで、一時停止はここのボタンを押します。リアスポイラーがついてないですね。2列目を倒すとフラットな空間が広がりますが、寝そべると微妙に頭が空中にはみ出します。30分経ちました。疲れてる中で動画撮ったりメモったり、正直もうちょっと休みたかった。詳細はブログに書いたので端折りますが、30分で50キロ分ほど入りました。8.7kWh 充電できて、バッテリー容量が 71.4kWh で、そこから電費ごとに計算したのがこちら。正直 EV で長旅に行くとき、今時 20kW 級の充電器なんか誰も選択肢に入れないですよ。休憩ついでに補えればいいやという、クレカで決済してポイントもらったれ感覚の充電にしかなりません。というわけで 90kW 級も試します。53% スタート。出力は 73.4kW 出ていますね。2時16分からスタート。ここから家まで運転して帰らなきゃいけないので、ここで充電しながら休みます。相変わらずひどい雨だぜ。2時36分、まだ20分ですが、80% に達して充電が終わっちゃいました。18分で 27% 入ったことになります。15分で約 22.5% です。71.4kWh の 22.5% は 16.065 ですので、さっきの電費を元に求めた、90kW 充電における15分回復距離がこちら、例によって詐欺交渉値やイレギュラー値を省くと、15分で約 90km 分の回復距離になります。EV は充電残量が増えるに従って、充電スピードも下がっていくと考えると、実際の充電量はもっと大きなものとなります。実は編集時に、また次の BG4X を予約しています。今度は 150kW 級と 50kW 級、その両方を試す予定です。最近はまた収益が上がり始めたので、こうしてお金を使って視聴者さんに還元していきたいです。トヨタシェアから借りると、
天下のトヨタ様に貢ぐこともできますから。なおタイムズの方の BG4X なら、24時間のレンタル料金が約3分の1になることを確認したぜ。BG4X はなんなら法人で買おうと思ってるので、その前にたっぷり借りていろいろと追加検証したいですね。また青森県の方にソルテラのレンタカーがあるので、こっちも借りに行きたい。最後にビシャビシャな路面で、フル加速を入れてみましょう。メーターは木の 4WD モニターから、駆動力配分が見られますよ。念のためタイヤグリップは前後方向にのみ使います。GO!いいですね。どっしりと安定しています。このドライビングフィールの良さ、これが好きなんですよ。多少電費が下がるけど、どうせはエンディングですからね。最後にフルブレーキテスト。しっかりと止まれますが、2トンもある重量によってフロントのタイヤグリップが辛い。スバル系の 4WD ということでアクロに強そうだけど、物理的なグリップ勝負になる低迷路でのフルブレーキング時は、やっぱり弱いです。凍結した北海道のダウンヒルの急カーブ、そこへのアプローチで、この重さが足を引っ張らないか不安です。もっともっとスピードレンジを上げて、実用上の最速クラスから強く踏んでみます。ブレーキ。ハザードが急速点滅していますね。これだけの減速ができれば十分でしょう。2トンある SUV であることを踏まえて、程よく抑えていれば危険はなさそうです。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。